ワンステップ。薬が効くと客観的に言うためにはどのような裏付けが必要なんでしょうか。効果が 100% の治療法はない。 EBM っていうのは必ずしもマニュアル医療ではないんだ。とにかく悩んでること、困ってることを書き出してみてください。はい、ではスライドを用いて、話を進めていきたいと思います。今日、私がお話しするテーマということで、患者は、先ほど武田先生のお話もありました、治療とかに患者さんあるいはそのご家族って、意見をしていいのかどうかっていうところですね。でそれを、実際の医療現場で実践されている科学的根拠に基づいた医療、いきなりタイトルでアルファベットで3つで書いてます。 EBM と書いてます。これ科学的根拠に基づいた医療ということになるんですが、これでちょっと考えてみたいなと思います。森田先生のお話とちょっと重なる部分あるかと思います。森田先生のお話をちょっと膨らませるような形、あるいはちょっと違った角度で見るような、そんなようなことで、聞いていただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。で今日私のお話、この後30分程度お時間をいただいてますけども、聞いていただいている方にですね、知ってほしいこと、あるいは覚えていただきたいことというのがこちらになります。正確な情報を見極めて、その情報をもとに納得のいく意思決定を行うために、患者さんは声を上げようということになります。ではこの学んでほしいこと、上から順番に、少しずつ説明をしていきたいと思います。正確な情報を見極めといったところですね。これをどういうふうに捉えていったらいいのかというところになります。でまず、そもそもというところになりますが、薬、これはまあ抗がん剤はじめですね、血圧の薬、コレステロールの薬、さまざまな薬がありますけども、その薬が効くと客観的に言うためにはどのような裏付けが必要なんでしょうかという問いかけになります。答えを言いますと、科学的根拠、英語で言うとエビデンスというものが必要になってきます。ただこのエビデンスには、種類があります。その種類を一覧表にしたものがこのスライドになります。研究デザインとあります。こちらです、研究デザインというものの順番でこのように並んでいますけども、これどのような順番に並んでいるのかといいますと、上から順番にこの研究デザインで行われた結果ですね、その情報の正確さ、結果の正確さは高いのか低いのか、裏を返すと、その結果は情報としての偏りや偶然の入り込む余地が少ないのか多いのかというようなところで、判断をしています。で、今回注目していただきたいのが一番上のところになります。ランダム化比較試験あります。でこのランダム化比較試験、人を対象とした臨床試験ということになるんですけども、少し繰り返しの説明になってしまいますが、その治療法、これは薬であっても手術であっても同じです。その治療法がある症状や疾病に対して有効であると証明するためには、臨床試験を実施するということが重要になってきます。特にランダム化比較試験の結果というものが最も信頼性の高い裏付けということになってまいります。でランダム化比較試験という言葉を初めて聞いたという方もいるかもしれませんので、簡単に、イラストで少し説明をしたいと思います。はい、こちらがランダム化比較試験を模式化したイラストになります。こちらですね、例えば新しい抗がん剤治療を開発しようということになった場合、がんの患者さんに集まっていただいて、新しい治療を受けるグループと、これまでの治療法、いわゆる標準的な治療を受けるグループ、これをランダムに振り分けます。で、最終的に治療を行ってフォローアップ調査をし、統計解析、データ解析をした結果、病気が治る割合が新しい治療法の方が優れていたということになると、この新しい治療法は医薬品として認められるということになります。ただこの臨床試験をすれば必ず新しい治療法が優れているかというと、そういうわけではなくて、試験をやった結果同じ結果だった、あるいは場合によっては新しい治療法の方が治療効果は低かったということも十分に起こり得ます。
実際に現実に目を向けてみますと、このランダム化比較試験を行って新しい治療法が有効だったという結果が得られる割合というのはだいたい3割程度というふうにも言われています。でさらに、注意をしていただきたいのが、この今丸で囲まれたこの病気が治る割合を示しているグラフの部分になります。このグラフを拡大したものがこちらになります。この治療効果の解釈としてぜひ知っておいていただきたい点が2つあります。それを黄色の吹き出しで書いていますけども、1つ目がこの全く効かない治療法はないと右側に吹き出しで書かれています。これどういうことかと言いますと、さまざまな臨床試験が世の中で行われていますが、実はこれまでの治療法という治療効果が認められたお薬を使えばもちろん効く人がいるのは間違いないんですが、そのお薬の成分が入っていないようなプラセボ、いわゆる偽薬と言われているものを投与しても、病気が治る、あるいは症状が改善するといった方が一定数いらっしゃったりもします。まあ、そういったことも含めて何か臨床試験をすると良くなったという人は必ず少なからずいらっしゃるということから、全く効かない治療法はないという点が一つで、もう一つ重要なのがこちらになります。効果が 100% の治療法はないということが書かれています。ランダム化比較試験で治療効果が証明されればその治療法は効くということは、間違いなく言えるわけなんですけども、100人の人が、その治療を受けたら100人全員治るのかっていうと必ずしもそういうわけではない。効果が 100% の治療法はないんだという点をぜひ覚えておいていただきたいと思います。でここで少し頭がこんがらがってしまった人がいるかもしれません。整理するためのスライドがこちらになります。その治療法が効くのか効かないのか、その裏付けとなる正確な情報というのは臨床試験の結果ということになります。それは間違いありません。しかしながらこの臨床試験の結果というのは全く効かないという治療効果 0% であったり、100人あれば100人全員が治るといった治療効果 100% という結果になることはほぼありません。臨床試験をするとその治療効果というのは0から100の間、それをさらにイラストにしたものがこのスライドの中央の部分になります。例えばある、がんに対して、抗がん剤を行った結果、手術、抗がん剤治療、点滴で行う抗がん剤治療、飲み薬の、お薬というようなものを、これは仮にということでこのようにしていますけども、5年生存率はどうなのかというふうなことをランダム化比較試験をすると、このように数字で表せるようになってきます。しかしながらランダム化比較試験などの、人を対象とした臨床試験が行われていないような、例としてここサプリメントと書いてますけども、これは臨床試験が行われていないから効かないということではなくて、効くのか効かないのかわからない、この、イラストの部分でいうとどこに位置するのかわからないということになります。もしかすると全くもっと効かないこの黒い真っ黒の方に行くかもしれませんし、もしかするともっと白い方に近づくかもしれないということがあるかもしれない、どちらになるのかわからないというのが現実的な説明になるかと思います。で、ただ臨床試験を行った治療法であってもほとんどの医療行為というのは0か100かということではなくてその間ということで、色で言うとグレーゾーンということになってきます。これを少し専門的な言葉で言うと医療の不確実性というふうに説明がされています。でここまで正確な情報を見極めるといった一番上の段落のところですね、一番上の行のところをお話ししてきました。続いてこの意思決定、ここの場面のところをもう少し、詳しくお話をしていきたいと思います。今お話ししてきたのは正確な情報って何なのかといったところをお話ししてきました。ただこれでおしまいというわけではありません。その正確な情報をもとにその治療を実施するのか実施しないのかといった決断行動の意思決定ということが、次のステップとして求められてきます。ここで悩ましいことが生じてきます。今お話ししてきた通りランダム化比較試験の結果というのは正確な情報である一方で、どうしても医療の不確実性というものが伴ってきます。色で言うとグレー、灰色ということをお話ししてきました。ただその治療をするのかしないのかというのは白黒、ついてきてしまいます。する、しないの意思決定、
ですのでこの灰色の情報から白黒の決断行動、ここをつなぎ合わせる意思決定プロセスというところ、ここを、考えていかなければなりません。ではどのように考えていったらよいのかということで、今日お話しするのがこの科学的根拠に基づいた医療、英語で言うとエビデンスベースドメディシン EBM というふうに呼ばれています。こちらで考えてみたいと思います。でこの科学的根拠に基づいた医療 EBM を提唱した先生の論文から抜粋してきた図がこちらになります。科学的根拠に基づいた医療というぐらいですから、この科学的根拠というのは大きな要素の一つになっています。ただこれだけで治療方針が決まる、いわゆるマニュアル医療ということでは決してなく、この科学的根拠に基づいた医療というのは科学的根拠を判断材料の一つにしながらも、臨床現場の状況環境であったり医療者の技術経験を含む専門性、あと患者さんの意向行動、言い換えると好みや価値観、実はこの科学的根拠に基づいた医療というのはこの4つの要素、もう少し、言いますとよいしょ、これを言葉で説明すると、科学的根拠に患者さんの病状、社会背景、医療環境、あと医療者の技術経験を含む専門性、患者さんの好み価値観、この4つの要素をバランスよく統合し、より良い患者ケアに向けた意思決定を行うための行動指針、これが科学的根拠に基づいた医療ということになっています。では実際にこの科学的根拠に基づいた医療を実践するためにはどのように行っていったらよいのかということで、医療現場で行われていることを少し紹介していきたいと思います。この5ステップというふうに書いてあります。どのように段階を踏んでいくのかということなんですが、まず目の前にいる患者さんの困りごと、この問題の定式化というふうに書いてますが、困りごとを少し整理するというふうに捉えていただけたらと思います。どのように整理するのかピコという形で整理するんですが、それは後ほどまた詳しくお話をします。でこの問題を定式化した後、それに当てはまるような文献があるのかどうか、でただその文献の通りにやるというわけではなく、その文献の内容を、ちゃんと批判的に吟味をした上で、それを目の前にいる患者さんに適用するのか、場合によっては適用しないのかいった、そのような流れになります。で最終的にその治療を行った、場合によっては行わなかったという場合も含めて、この1から4をまたフィードバック、振り返りということを行う、これが科学的根拠に基づいた医療の実践のための5ステップというふうに説明がされています。ワンステップ。